シモーネ、タイムキーパーに頼んだ採取作業の進展は？今のところ何も。島の住民は財団に不信感を抱いており、以前の収集以降、単独行動ができないものとみられます。ですが、1時間前に来た最後の連絡では、再度地底へ向かうとの報告がありました。それと、伝言が一つ。島のストーム保護区域が縮小しているようだと。あのエデンは、絶対的なものではない模様です。そう。何か気づいたことが終わりで？無関係だったのよ。仮面と呪文、どちらもベンデッタのものではあるけど、関係性がないの。仮にウィーンの調査員が報告した内容が全て正しいのなら、一つ疑問が残るわ。アルカナはなぜその仮面をイゾルデとその兄に与えなかったのかしら。マーカス調査員の報告は極めて不完全なものでした。そのため当時の状況を推測するのは困難かと。不完全な報告は不必要な仮説よ。私たちは得た情報で結論を導き出すしかないのだから。事実、彼女は見事に仕事を成し遂げたわ。私たちは皆、あの、これも古の奇跡、救いの魔の輪を聞いた。ベンデッタの指導者は奇跡を見せようとしていた。この仮面は奇跡とは言えない。ただの道具であり、服従した信者を選別し操るもの。マシューは自らそれを証明したのよ。でもこの縁は別物。その術式は仮面よりもはるかに深い存在だと？でも確証がない。ウィーンの調査員は完璧に仕事をこなしてくれたわ。これで仮面に研究価値がないと実証された。仮面のストーム免疫は、あまたある性能のうちの一つで、甘い誘惑に過ぎないと。あまりにも副作用が激しすぎる。たとえ仕組みを理解したところで、同僚に使うことはできないわ。この呪文が本物であると実証されれば、プロメーテウスが盗んだ火種を見つけたと同然。この術式には何の意味もないぜ。これ以上研究を続けたところで無意味だ。何？どういう意味だ？この作業が無意味だと？君、椅子に座って何分経った？入れたてのコーヒーすら冷めてないってのに。俺は時間を費やす研究法は使わない。こんなのは簡単な演劇でできる。
今ある情報だけじゃ解読は無理だ。俺たちにできることは膨大な書類からその言語もしくは暗号文を探し出すだけ。たとえ見つけたとてそれを検証できる者などいない。この方向から突破するのは不可能。ああそうかよ。何をもってその結論に至ったんだ。この呪文の原理を理解できたのか。アルカナムを理解する必要はない。あくまでも基本的な推理だ。これはつまりお前は理解しようとすらしなかったわけだ。気高い人間としての立場から結論付け、我々の努力を全て否定したってわけだな。お前何様のつもりだ。マシューの言う通りだ。お前らは傲慢で、間抜けで、愚かで、クソったれで。お前らのような自己中な人間主義者はもううんざりだ。さっさと地獄に落ちろ。さな、俺はただ成果を伝えただけで。クソ、ベンデッタの仮面のせいだ。もっと早く気づくべきだった。マシューと同じ実験室にいたんだ。きっと彼も仮面に接触して。いやいや、ウィリアムズの数値は全て正常だろう。副作用に潜伏期なんてあるのか。君の前で取り乱すほどだぞ。ありえない話でもないだろう。待てウィリアムズ、そのコヌイ5型自動機を下ろせ。それはストームの発生後に残った世界で最後の1台なんだぞ。緊急事態だ。早く来てくれ。ウォームアップ、動いて。なかなかの作戦。その通り。無声の時。ほわね、チカチカした。初見のうちに収穫ある。体の状況を鑑みて叙勲式は。それで解読作業への影響は。特にありません。ウィリアムズはすでに拘束されましたし、彼が壊したコヌイ5型自動機も大した使い道はありませんでした。そう。損失を最小限に抑えられてよかったわ。まだそこに立っているということは、他にも報告があるのかしら。ウィリアムズの件はあくまで事故ですが、それよりも問題が大きいのはアドラーの方です。失礼ながら、未だになぜ彼を加入させたのか理解できません。計算科学研究センターへの功績は認めますが、
それは8年も前のことです。今の彼は言うなればしみったれた敗北主義者であり、さらには劣気とした人間主義者でもあります。アルカナムを知ろうともしない、未だにストーム前の世界に浸って、それが泥酔と化した現実を見ようともしません。そんなものが術式解読に役立つと大思いですか？なるほど。つまりハドラー・ホフマン研究員は行動能力を失ったわけではないと。はい。ええ、ただ拳を食らっただけで、ほんの少しかすり傷ができたくらいです。ならいいわ。では、他に報告は？アルカナムを理解していないからこそ、人間の観点からアルカナムの効果を見極めることができる。研究を私たちの望む方向へと導いてくれるのよ。それにこの術式を応用する相手がアルカニストとは限らないわ。この世に生きる人間も同じく救わないといけないのだから。時間は限られているの。あなたの市場と人種間の衝突で、すでに2分37秒も使ってしまった。彼が勤めに消極的なら、解読班からの脱退を命じるといいわ。それはあなたの仕事よ。あら。まだ動けるようで嬉しいわ、アドラー。何か報告でも？先の見えないことに時間を費やすのはうんざりだ。仮面の研究のせいで、すでに何人もの同僚が狂ってるんだぞ。まずはこれを見な。今やってる研究が無意味だと論理的に証明したものだ。あの呪文の短さじゃ、暗号学を用いて解読するのは無理だ。つまり現状、書籍、埃が被った写本、遺跡の石碑、どこぞの強大なアルカニストの記憶などから、掃除の記録を一つずつ探すしかないってわけだ。見つけたところで、実証はできない。俺たちの中に、その術式を使える者はいないからな。低ランクのアルカニストに高ランクのアルカナムは使えない。たとえその読み方を覚えて、単語の意味を全て把握したとしてもだ。グノーシスってのは道理が通じねえ。理解して使えるようになるもんじゃねえ。直感頼りなんだよ。個人的な経験と能力によって使用の可負荷が決まる。そこに普遍性は一切ない。はっきり言うなら、血統の純度によると言っていい。あんたが希望を託すこの術式、
奇跡を紡ぐとされる呪文は、俺らの認知範囲をはるかに超えた純潔なアルカニスト、ナルス・ベンデッタの指導者のものだ。幼稚園の子供にゴールドバッハの予想を答えさせるのと同じようなもんだ。この難題は俺らの能力をはるかに超えてるんだよ。あなたはアルカニストではないでしょ。なぜ彼らのルールにとらわれる必要があるの？確かにアルカナムの能力はアルカニストの血統に関係しているわ。その点においてはすでにメディスンポケットから詳しい報告が上がっている。血統の純度と術式能力の関係性があなたの10倍以上の批判的な言論で綴られていた。ならばその結果を受け入れるだけだ。解読班の中にこの術式を検証できる者がいないことは分かっていたわ。今すぐ検証してほしいわけではない。ただその可能性を見出してほしいだけ。チームとしてね。あなたの推理はとても論理的よ。でも役には立たない。だからこれ返しておくわ。え？その特有の論理的な思考能力、とても気に入っているわ。でもそれに縛られるべきではないと思うの。アルカニストの力に限界があるように、ロジックにも限界というものがあるのでは。知識を得る方法はたくさんある。直感的な洞察力、論理的な察知能力、経験による推演、他人からの伝授。あなたたちしかいないわけではないわ。失敗しても他にいくらでも人はいる。この方向がダメなら別の方向を探すだけ。今回のストームに間に合わなくても次のチャンスは必ず訪れる。肝心なのは何もかもを投げ打ってでも前進すること。私たちは必ず有効な道を見つけなければならない。でなければいずれこの雨によって洗い流されるわ。失敗しても他がいるんなら、なぜグレタじゃなきゃいけなかったんだ。別に、論理に反した無意味な質問だ。俺の計算はここまで。他の奴が進展させられるといいな。ちなみに、そこで何を待ってるんだ？部下の文句を聞いてる暇なんてないはずだ。あんたの興味を引くものでもあったのか？まさか、答えに近い奴がすでにいるのか？あら、勘違いさせてしまったわね。ただ充電をしていただけ。ここにコンセントがあるでしょ？
でもここに留まっているのも確かよ。白石の家にいた鳩たちが飛んできたわ。素晴らしいわ。限界に最も近いものが我々に有益なものをもたらしてくれた。